ラビー。皆さんこんにちは、アイラベーノです。今日は限界新米主婦のリアルをお届けする。イエーイ。ねえあんた、今日はお届けしたいと思います。今起きてね、ご機嫌なんだよね。今日はですね、皆さんがっかりするんじゃないかというぐらい本当の私の姿をお届けしたいと思いますね。困ったね。一応お伝えしておきました。今起きたままの状態でございます。ベアはちょっと笑えるようになりました。ニコしてニカ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 、順調に大変甘えん坊に育っております。もう抱っこしている時以外はほとんど泣いているのではないだろうか。でもちょっとだけね、ご機嫌に過ごせる時間も増えた。寝て飲んでもう全てが満たされた状態だと15分ぐらいはご機嫌に一人で遊んでてくれるね。でもママは15分じゃ何もできないよっていう。あとね、最近成長したのがバウンサーに乗れるようになった。バウンサーもね、全拒否だったのよ。もうありえないぐらい、なんかふざけんな、こんなとこに乗せんじゃねえよ、うわ抱っこしろよみたいな感じだね。感じだったんだけど、ちょっとだけね、自分で乗ってられるようになったよね。あとは身長も10センチぐらい伸びたし、体重も倍ぐらいになったね。あとね、おしゃべりがとっても上手になりましたね。もう私はさ、この通りいつでも抱っこできるこの抱っこ紐とパジャマだけど、僕は朝から髪の毛もちゃんと整えて、お洋服もしっかり着替えて、バッチリお外に出れる状態でございます。でもママは顔もまだ洗ってません。今は12時半でございます。どうするの？ママこんなことで歯も磨いてないよ、もちろん。だって顔洗うとさ、抱っこひもで顔洗おうとするとボイーンって前に行っちゃうから、こうできないわけよ。ってなるとね、そういうことだよね。楽しいな。うん、最近さ、何、魔の3ヶ月って言うじゃないのね。僕魔の3ヶ月してるよね。もう泣く、マジで泣く。しかも泣き声がちょっと大きくなってきて、しかもさ、ベイヤーの泣き声めっちゃ高いの。ピヤーピヤーって泣くのね。しかもさ、なんか他の子の泣き声だと、ああ可愛いね、元気だねって思うのよ。でも自分の子の泣き声聞いてると、もう脳みそにグー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 ってくんだよね。俺の泣き声は脳みそにグー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 ってつくんだよね。だからさ、もう抱っこしないと本当にもう気が狂いそうになる。でさ、一人ねんね、セルフねんねってやつできる人もいるらしいよ。でも僕は全くできません。全然できません。一人でねんねするなんて幻。ここね、何日間かね、風邪ひいたのよ、パパが。やったよね、やられたって感じなんですけど、もうだから別の部屋で寝るようにするし、もう家の中では常にマスクだし、家庭内別居ですよ、本当にね。え、お世話する人が2人になっちゃった。で、お世話する、お世話される人が2人になっちゃって、お世話する人が2人から1人になって、どういうことですか、これはブラックバイトですかっていう感じのね、あの労働環境でどうしましょうって感じだったんですけど、本当にもう奇跡的にマジで1日2日か2日でバッチリ治って、昨日懺悔のひとときは過ごしたんだよね。もう私は
マッサージに行かせてもらって、もうね背面がガチゴチのガチゴチって感じ。はい、僕人はさもう 5.5 キロなりました。もう年トレとかやっぱしなきゃいけないのかな、こんなにずっと抱っこしててこの子大丈夫なのかなって思い始めて、大丈夫ですかって本当にそう本当にそうなんだけど、いやなんかちゃんとそういう年齢トレーニングとかをさしなきゃいけないのかなって謎にさ泣かし続けてみたりさ20分ぐらいとかするんだけど、結局もう何分でも泣くわけ、泣き続けるわけ。ねえねえタナチーね、もうどれだけでも泣き続けるからさ、なんかもう聞いてる方が本当に精神が崩壊するって感じ。立つの好きなんだよね。あ、首がほぼほぼ座りました。なんかたまにグイーンとか言って後ろに行くけど、ちゃんと見てれば大丈夫なぐらい首ががっつり座りましたね。なんかようやくさちゃんと楽しいって笑ってくれるようになったからさ、なんか3ヶ月成り立ての時全然笑わなくて、まだなんかずっとこんな感じで、なんか笑わない、私が知ってる赤ちゃんってだいたい2ヶ月半ぐらいから笑うんですけどって思ったんだけど、3ヶ月半ぐらいでようやく笑い始めたかな。よかったね、楽しいって思って笑えるようになったんだよね僕ちんはね。もう最近甘えん坊すぎてさ、ベーヤンベーヤンじゃなくてボクチンって呼んでる。なんかもうボクチンボクチンカナチーボクチンねんねしたいボクチンお尻が気持ち悪い笑ってんじゃねえよって感じのさ、もうボクチン感がもうすごすぎて気づいたらボクチンって呼んでた。日々さ本当に成長しすぎてさ、脳みそが追いついてなくて泣くんだろうなって思う。もうこの感情俺知らない、どうしたらいいの、うわーみたいなねって感じなのかな。うん、そうか、そうなんだ、やっぱそうなんだね。よだれがー、うわー、つけられた、膝に水たまりができている。え、楽しそうでよかったね。 YouTube とかでさ3ヶ月ベビーの一日を過ごすみたいな Vlog やってるじゃないですか。ああいうのを見るとさ、うん、そうだよね、綺麗にしてんのよ、なんか顔洗ってさ、ちゃんと毎日のルーティンの中に顔を洗うがあるわけね。でさ、赤ちゃんはバウンサーで待っててくれますとかさ、なんかメリーを見て待っててくれますとかさ、ないわけ、そんな時間。メリーを見てる時間？ん？そんなの3分ぐらいで飽きちゃうよね僕。なんで？なんでそんなにみんなメリーを見て遊んでられるの？バウンサーをさこう使ってさ楽しくできるな？バグジンはそんなのより人間に誰か誰でもいいから抱いてほしい、僕は抱いてほしいんだ、というわけで誰か私の友達いつでもお家に遊びに来てね。はい、そんな感じです。もう何の取り留めもない動画になってしまいましたが、本当にさ、まあ笑ってくれれば全部吹っ飛ぶんだよ正直なんだけど、まあしんどいこともあるよっていう以上、限界3ヶ月ベビー持ち主婦の Vlog でした見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。